エリザベス女王杯での打倒メジロラモーヌを目指して関東の4歳牝馬10頭が飛び出しました。横一線正面スタンド前での先行争いです。さて桜ハッスルが1日前内の方から2番のオノデンテスコ行きました。その外から3番のオギアルバンシアでいります。その内に入りまして4番のスイートシルビーと桜ハッスル、ゼッケン番号6番がロイヤルシルキー、外目を通りましてメジロクルト、その内に東方エイトは控えています。後ろから行っているのが1番のスイートクロードでやります。その外にダイナボンダー、それからファーストマイテーといった体勢で第1コーナー右手にカーブを切って徐々に縦にばらけてまいりました。短期先頭に立ちましたのはゼッケン番号4番目下3連勝中のスイートシルビーであります。そして桜ハッスルデビュー以来4戦すべて連敗を続けております。人気の1頭です。内を通りまして3番のオギアルバンシアは休み明けであります。外を通りまして目下2連勝中のロイヤルシルキーが早めに上がってこようというところ向こう流しであります。その後ろにオノデンテスコが控えています。その外を通りましてオレンジの帽子が見えています。このところコバ相手に前線している東方エイトが続いております。そしてその後ろちょっと番組が切れて1番のスイートクロード、外目を通りましてメジロクルト、間に挟まれてダイナボンダー、それからシンガリから行っているのがファーストマイテーという体勢ですが、10頭が一塊になって第3コーナーのカーブに向かいます。先頭は依然としてスイートシルビー、マスアースエオが逃げております。そして小島太がこの辺りで馬体を合わせてまいります。桜ハッスルでやります。桜ハッスルが先頭を奪おうかという勢い、その後ろに6番のロイヤルシルキーが不気味に控えております。内々から東方エイトも上がってきました。そしてメジロクルトも中段まで上がってきました。さあ第4コーナーのカーブ、あとゴールまで 400m を切りました。さあ直線の競り合いになります。内を救おうというところでオレンジの帽子東方エイトが出ましたか。東方エイト内々を通りましてオノデンテスコがいい足で伸びてくる。馬場の真ん中を割りましてスイートシルビーも頑張る。桜ハッスル、そして外を通りまして6番のロイヤルシルキーだ。いい競馬になった。ロイヤルシルキーか桜ハッスルか東方エイトか。先頭は6番のロイヤルシルキーが抜け出した。ロイヤルシルキー重賞初制覇。そして2着に5番の桜ハッスルです。勝ち時計は2分3秒。この夏の上がり馬ロイヤルシルキー3連勝で重賞初制覇です。打倒ラモーヌへ向け名乗りを上げました。2着桜ハッスル、3着東方エイトと人気の3頭で収まっています。